近年、細菌による集団食中毒やアレルギーなどの問題が増えています。これらを一気に解決するのが光触媒です。光触媒とは太陽光に作用し、表面を清潔に保つ新素材です。室内の明かりでも作用し、大勢が使う場所を清潔に保ったり、箸や皿などの食器、またまな板、包丁などの調理器具、これらのものに使うことで食中毒のリスクを減らし、食の安全安心を守ることができます。さらにカーテンやポスターに取り入れることで、部屋の空気をきれいにすることも可能です。これらの作用により清潔な空間を提供できます。この光触媒を使って授業を始めてみませんか？